はい、それでは、ワイドスリープラス決勝アニメ発音スタートします。スタート10秒前。めっちゃ何これ。トップ、桑田選手と岡田選手はほぼ差がない感じです。一度遅れて、もとり選手と優勝です。さあ、優勝と小泉さんとヤーン、はい、さあ、トップは桑田選手、2番手、谷谷選手と本庄選手は、これに近い。さあ、4番手は優勝、5番手、ヤーン、7番手、砂田選手、6番手、砂田選手、7番手、小泉選手、8番手、砂田選手。さあ、トップ、小田選手と谷谷選手は、この8秒差。タミヤ選手とホテル選手はマッチで争っております。トップ選手が2つして、トップ3台がかなり3つ、4番手10速はここから 2.4 秒間。さあ、カネヤン頑張ってます。大丈夫です、残り5分40秒。さあ、トップ3台まだ近い。さあ、住職とヤーンもこんな遠くない感じ。さあ、ここから7番とヤーンは6秒差、そして小泉さんのところは4秒差、残り5分15秒。さあ、桑田選手は、まだ岡田選手はすぐ下の状態、モテル選手もすぐ下、トップ3台また近い状態です。まあ、そこに住職がじりじり寄ってきてるかどうか、住職とヤーンが近づいております。2番手争い、桑田さんからヤーンまで4秒です。なのでトップ5台は、かなり近い状態です。はい、残り4分30秒、残り4分30秒。さあ、今日はあまり譲らない重量です。残り4分20秒。なんだこれ、全然ないね。さあ、どうだった。あと、元に2番手、3番手、神谷さん、そして住職、そしてヤン、さあ、トップ3台まだ近い。住職も加わっている感じですね。ヤーンと住所ってガチですか？ガチじゃないですよ。ヤーンが飛んでるのかが終わる。もう行ってからだよ。さあ、残り3分30秒。さあ、これでちょっと抜けた。
モトリ選手と一度だ。さあ、サミヤさんもまだすぐ後ろ、ヤン挟んで柔道です。そして小泉さんとヤンを手放れてますね。1週間ぐらい小泉さんと砂田さんが1秒だ。さあ、前者ウエストの近い感じでかなりのハイレベルな感じです。残り2分50秒。さあ、小田さんにまたホテルが寄ってきた。残り2分30秒。小田さんから4番手の住職まで4秒。トップから4番手まではかなりワンクッシュで順位が変わるような状態。住職がちょっと見つけて離れた感じ。住職とヤン3秒差まで来てますよ。残り1分50秒。さあ、小田選手とモテル選手のカメラが近づいてトップ争いになっております。そこにヤンが加わる感じですか。ヤンも実は関係ないもの。あ、ごめん、ごめん、ごめん。さあ、残り1分20秒。残り1分10秒。砂田さんと小泉さんたちです。さあ、住職とヤンは 3.7 秒か。小泉さん先頭。砂田さん、やろうよ。あ、住職がいじめられております。残り40秒。さあ、ヤンがベスト7秒79。あ、ごめん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 。あ、残り見てごらん。ああ、モトリ選手も近づいておりますが、なかなかきついではない。サミヤ選手も同じといったところでしょうか。残り、5秒。さあ、モトリ選手はここが好きな模様です。はい、住職ゴール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 。あと、サミヤさんやんからさん。はい、前者ゴールです。ワイドスリープラス優勝、桑田選手。